はい、白です。今回ですね、電力需要が12月に前年比6.3%減、関西と四国は業務用が10%以上もという形で、電力会社が10社が、えー、2015年12月に発売販売したですね、ごめんなさい、えー、電力量は前年同月から6.3%も減り、過去15ヶ月間で最大の落ち込みを記録したということですね。家庭用が6.9%。 業務用が8.0%の減少で、産業用も4.6%減と振るわなかった。えー、地域別では四国が8.5%減、関西が8.2%減と大きく、東京も7.5%減で、販売量の低下が著しいということですね。12月は平年よりも気温の高い地域が多かったとはいえ、需要の減少傾向が加速していることは、電力会社にとって深刻だということです。えー、10社に12月に販売した電力量は、 合計636億キロワット時で、前年同月と比べて43億キロワット時も減少したということで、ここに各社のです、ね、電力需要がずらーっと載ってます。まあ,あの、いろいろな企業努力という形で、この産業用が減ってるっていうのはよくわかるんですけども、家庭用も結構減ってきてますよね。 ということは、家庭用のいろいろな省エネということも、皆さん各家庭で工夫されているということもあるんですけども、一番はですね、いろいろな電気機器の電力量というか使用量というのはですね、すごい減ってきてるんですよね。家庭内では電力を使うということ自体は増えてきてるんじゃないかなと思うんですよ。テレビもそうだし、パソコンもそうだしね、携帯電話もそうだし。 ただ、携帯電話っていうのはね、まあ、充電の時ぐらいしかお金を使わないんですけど、そういうモバイル機器っていうのがだんだん増えてきてるっていうのも、一、まあ、つあるのかなと思うんですけど、もっと大きいのはですね、あのー、実はね、冷蔵庫なんですよ。冷蔵庫ってね、ものすごい今、省エネ進んでるんですね。<laughs> ご存知ですかあの、買えた方はね、一気に分かると思うんですけど、冷蔵庫っていうのはずっとついてるわけじゃないですか。あと、エアコンですね。エアコンも、 まあ人によってそれしか暖房器具がないっていううちもあるかもしれませんけれどもやっぱりですね相当にですね省エネが進みますまあ具体的にはどうでしょうね使い方にもよるんですけどもまあ少なくともその2つを変えると3割から4割は電気料金が減る計算が、えー、立ちますねこれは他のサイトでもねいろんなところでも言ってるところなんですけどだから購入代金を出してもですねまあ人によって では電力量がどどれれぐらい、ね、あの使わるるかにもも、よるんですけども例えば冷蔵庫を1機、まあ、10万円で買ったとしましょう、いいやつをですね。まあ、そんなにしなくてもいいと思うんですけども、結構大きめのやつでも10万円も出せば買えますよね。で、毎月の電気料金が1万5000円から2万円かかってた人ですと、30%減れば、まあ、約5、6000円は減る計算になりますよね。ですから20ヶ月ぐらい。 だからら約2年ぐらいでで回収できる計算になりますよね。こういう計算ってちょっとやってみるといいと思うんですよね。1万5000円から2万円かかる人ってあんまりいないかもしれませんけども、家庭でもちょっと人数が多いところっていうのはそれぐらいいくんじゃないかなと思うんですよ。で、エアコン回せれはそれが半分ぐらいになったりするんで、まあ、エアコン買っちゃうとね、もっとお金もかかっちゃいますけど、でもね、あの和エ年にはね、どん,どん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 そういった形でつづあの続くというか、 ながるるとというこにもわけだからねやっぱりこういったものが全世あの世帯でですねどん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 進んでいきますし当然今言ったのはエアコンと冷蔵庫だけですから他の家電製品も省エネっていうのはどん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 進んできてるわけでそういったものをどんどん更新していくことによってですねあの安全性もね高まるわけですよね。あのよく 古い家電製品をね、ショートして燃え,やす燃えやすくなったりっていう可能性も出てきますけども、そういうものも減りながら省エネが進んで、こういったものすごいですよね、マイナスばっかりですもんね、こう見るとね、前年比伸び率っていう形で、伸びてるのはまあ8月ぐらいですよね、まあこれはやっぱり電灯もそうですけど、電力、えプラス、そうですね、エアコンでガンガン使われるっていうことですけど、業務用はみんな減ってますよね。 これ企業努力がすすごいいんだなと思いますよ。やっぱり企業というのは経費を減らしていって利益を確保するっていうことが一番の存在意義ではありますからあの利益を出すっていうよりは経費を落とすっていうことが利益に直結するということでもありますのでそういうところからあのどん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 減らしていってると。で電力会社はちょっと困るという形ですよね。 で電力自由化にもなるから、本当に、まあ、電力会社もいろいろ対策を練ってますけどもね、あの非常にそこら辺の生き残りっていうのが難しくなってくるんじゃないかなと思いますけどもね。ただね、私ね、東京電力のね、知り合いの人いますけどね、本当腹立ったのが、あの、有給施設ってね、すごい持ってるんですよ、電力、東京電力でも。例えば、ちょっとしたあの社員寮とかね、ちょっとした有給施設とか、 あののの施設とかっっってていいいいうねもすすごまだぱ持で実は知らないでしょあの言わないですよそんなこと <laughs> 彼らはねそんなこと言ったら叩かれるのに決まってるんですからでね税金がかかってるっていうのも消費税とかねそういうものが上がってるっていうのも今ですね管の人たちがですねこれ全然また話変わっちゃうんですけど、あのー、いわゆる いろいろなですね、えー、公務員の方たちが使える保養施設ですとかね、あとは感謝とかですね、そういったものをね、売却すると、ほぼほぼ借金なくなるぐらいのものがいっぱいあるんですよ。ね、でもそんなことするわけないですよね、雇用施設とかねか、もうものすごい低い値段で感謝って入れるわけですよ。都心の真ん中にあったってね、月1万円のところですからね、家賃が。 俺はそこ入りますがね、うん、そんなのがいっぱいあるんですよ、いまだにね。まあ、誰も言わないでしょうけどね。<laughs> あの言っちゃうと大変なとことになりますので,で、それ攻撃されたらね、あ都合悪いわって皆さんにこう叩かれちゃいますからね。うん、でも、そういうふうな仕組みなんですよ。だから、無駄なもんなくせば、まだ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 あの、ね、企業だっていけるんじゃないのって私は思っちゃうんですけどもね。 だからそこら辺が税金の取り分としてね、あのー、国家公務員の人たちはね、ああ、そこまで言われちゃ困るわっていうところ、無駄を大事、ね、減らすっていうのはね、すごく不得意な部分ですから、ね、やっちゃいけないところではあるんですけどね、彼らにとっては。仕事を増やすっていうのがね、あの、公務員っていうか、国家公務員の人たちの一番の大きな仕事なんですよ。うちの近所なんかね、あのー、もう廃校になってしまった、 あのー、小学校とかね中学校とか結構あるんですけどなんかわけわかんない施設になってますからねあの文化遺産なんとか施設とかねえ誰が決めたんだよって誰が決めたんだよって言いつつも結局ねその市役所での区役所でのあるいはもっと上の、ね、人たちかもしれませんよねそういう許可が出てあ,あ勝手に使っていいよというふうになってるわけじゃないですかねっ、まあ、地域の皆様に解放してる部分もあるかもしれんけれども 結局ね、無税で使われてるわけでしょだったらそこからも税金取んなさいよってね、感じですけどね。<laughs> いや、それは私たちの施設だから税金取るわけいかないでしょみたいな。よく分かんないことになってますよね。だったらそういうもの、無駄なものをね、民間に売却したりとか、不動産会社に売却したっていいんじゃないですか、別に。ね。まあ、いろんな力が入ってきて、あの複雑なんで、よくわからないかもしれませんし、 そういうことをやられると地域の皆さんもね困ってしまうってこといろいろあるかもしれませんけれどももうちょっとね総合的に無駄なものをこうなくすっていうものかいろいろ考えてみるといいと思いますよそういうものっていうのは日本人にとってはですね結構得意なことだと思いますしもっといろんな人がいろんな意見を言っていろんな考えを持って持ち寄ってですねあのやってきた方がいいかなという形で私は思うんですけどもね皆さんどうでしょうかもっととね、色々なところなこに深く、 あの見つめてみると分かるととか思いますようんだって文化遺産施設って言ったってね小学校とか中学校丸ごと使うかっていう感じですよねそこでの電気代とかガス代とかだって使うわけでしょ何かしらでじゃあそこで誰から出してんのって言ったら税金でしょ税金以外ないじゃないですか無駄だよねって感じですよね そこにですね、H21 とかの発電機、ボーンって置いた方がまだいいんじゃないですかで、ただでど、ただとは言わないけれど、めちゃくちゃ安い値段でね、あの電気をあの配ったりするだけでも、存在意義ってありますよね。あるいは、Airbnb じゃないですけども、外国人のためのね、宿泊施設にするとか、交流施設にするとか、そういうのもちょっと考えられるわけじゃないですか。 頭の固い人たちが、ね、そうやって管理してても意味がないわけですよもっといろんな意見を聞いていろんな利用価値を考えてそれができるかどうかは別としてもあのー、やっぱり意見を出し合っていかないとうまくね利用価値っていうのは出てこないんじゃないかなという形にはなりますまあねちょっとこの電力需要のところから全然話が飛んでしまったんですけれどももっともっとですねあの日本の中身っていうのを有効利用していく方法っていうのはいろいろあるんじゃないかなと思います これは私だけじゃなくてもちろんね、そういった専門知識を持った方たちとかですね需要とかを捉えるいろいろな目、ね、利、えー、きのある方ですとかその施設の利用の仕方をもっといろんな形でね、えー、供給できる方がいらっしゃればそういう方たちが意見を出し合ってねお金も出し合って知恵も出し合って手間を出し合ってあの使っていった方がいいんじゃないかなと私は思います。ね、本当にだって、 地域にボンとあって無駄なものってね、やっぱいっぱいあるわけですよねまだまだね使われてないものとかこれから日本は少子化時代にもう入ってきてますけれどもあの海外の方からの、ね、人たちを受け入れるってことはちょっと必要になってくるんじゃないかなと思いますで小学校でもですね英語を習ってっていうことが始まってきてますのであの政府としてもですね教育にに、そういうい 持っていくっててくことはですね海外の人を受け入れていこうっていう方向に持っていこうっていうのがちょっと意図として見られますよね。でやっぱりいろいろな方がいろいろな形で交流するっていうでは海外ののの人たたちの意見っっていいいううもやぱりり取入れ方がと思うんですよ日本人がねやっぱり知恵を出していくっていうのはすごく大事ですよ日本のものなんですから。だけれども海外の人たちの知恵を受け入れるあるいは需要がどういうふうな形であるっていうのを、えー、見極めるためにはその人たちから聞くのが一番早いですからね。 そういったところでどん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 こういろいろな地域のものとか無駄なものとかっていうのをねこう利用していくっていうのはすごく大事かなと思います今回はねちょっと話がまたいろいろ飛んじゃったんですけど、えー、省エネをしていくっていうことは無駄,を無駄なものをそぎ落としていくっていうことですよねだから無駄なものをそぎ落としてきた過程で出てくるものを再利用するっていうのも無駄なものをあの有効利用するっていうところでもありますので 他の人たちにとってはですね、すごくありがたいということでもありますし、それがあのみんなの世の中のため、人のためになるということであれば、どんどん有効利用を、ね、していくっていうのもいいんじゃないかなと思います。今回はね、ちょっといろいろ話飛んでしまいましたが、えー、以上とさせていただきます。どうも聞いていただいてありがとうございます。